アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV キングダムハーツミッシングリンク。今回なんですけど、緊急で動画撮ってます。現在キングダムハーツの最新作であるキングダムハーツミッシングリンクのプロトタイプテスト版が限定1000名様限定でテストプレイできる権利を持っている方がいるんですが、前回の動画見てくれた方ありがとうございます。僕もこちらキングダムハーツの最新作キングダムハーツミッシングリンクのプロトタイプテスト版をプレイさせていただいております。ここなんですけど、今回運営のツイッター、こちらですね、画像貼っております。キングダムハーツのダークロードの公式のツイッターアカウントにて、本日夕方にアカウント停止の措置のお知らせということで、こちらで不正が発覚しました。はい、こちら結構規約内容がかなり実は厳しくて、特にゲームプレイ内容の動画、画像等を配信、SNS 等の投稿っていうのを NG になっております。はい、かなり厳しく規約がなってます。で、僕も YouTuber、配信者としてもちろんプレイ権をいただいて配信したい気持ちはめちゃめちゃあるんですが、規約をしっかり守り、画像流出、動画等の配信は一切やらずに、プロトタイプテスト、しっかりこうモニターテスターになれるようにこうプレイを楽しんでます。純粋に本当にテスターとしてプレイを楽しんでます。はい、で内容なんですが、こちら、はい、まあ、現在4日目となってるんですが、公式発表によるとですね、はい、アカウント停止措置のお知らせ、利用規約への違反行為が認められたテスターのアカウント停止措置を実施いたしました。今後におきましても、規約に違反したテスターに対し、事前の通知なくアカウント停止等の措置を行う場合がございます。利用規約に従って、キングダムハーツミッションリンクをお楽しみいただくようにお願いいたしますとあります。はい。僕も初日ですね、選ばれた時、1000人からプレイ権をいただいた時の動画にも、規約を全部読むっていう、しっかり規約を守ってプレイしますっていう宣言をして、そちらで皆さんも規約を守っていきましょうっていう注意喚起でもあったんですが、今回まあ不正が発覚してアカウント停止をされた方がいるみたいなんですが、もちろん僕も今後もテスターとしてしっかりキングダムハーツの最新作ミッシングリンクをいいねテスターになれるように毎日プレイさせていただいてるんですが、もちろんね、こちら本当限定1000名様っていう、本当に限られた人しかプレイできません。もちろんすごいキングダムハーツが好きで、もうめちゃめちゃキングダムハーツのゲーム、とにかく新作はもう早くやりたいっていう方 もうたくさんいると思います。何万人もいると思います。はい、世界各地でもやはりキングダムハーツのファンはすごい多いし、ツイッター等でタグ等で飛んできていいなって思ってる方もたくさんいるはずです。なのでここはね、もうやりたい人もすごいたくさんいるんですが、プレイしている方はもちろん規約を守って今まで通りテスターとしてやりきっていただきたいと思うんですが、もちろん僕も配信者としてすごい配信はしたいけど、こちらはもうしっかりキングダムハーツの運営の規約をしっかり守ってプレイしてます。はい、でこちらなんですが、まあ公式発表のツイッター、もちろんキングダムハーツのダークロードの公式のツイッターでゲームの内容、すごい重要なことを毎日発信してます。で僕はこちらの方にいいねとリツイートをつけて、より多くの人にこちらキングダムハーツの最新作を気づいてほしいなっていうか、もちろんプレイしたい方は事前に情報をゲットすることもできるんですが、特にこのアカウント停止のお知らせもあったので、特にこう誰がアカウント停止されたとか、そういうのを犯人探しやったりエゴサーチするのは良くないと思うので、あくまでも自分プレイする方は規約を守って安全に普通にテスターとしてプレイしていただける方がいいかなと思います。もちろんプレイしてない方でもエゴサーチして、その誹謗中傷とか本当にその人じゃない人とかにも被害がいく場合があるので、犯人探しと誹謗中傷は絶対しないでくださいと思います。こういうね、処置するのは運営がやってくれるので、変なエゴサーチとかしないで運営の正しい情報だけをリツイートとして自分たちも規約を守る、そして正規リリースされた時にしっかり楽しく遊ぶっていう感じで皆さん意識を高めて、キングダムハーツもミッシングリンクのリリースを待っていきたいかなと思います。もちろん僕も正規リリースが
配信されたら、もちろん規約をちゃんとしっかり読んで配信できる内容であれば配信もしていきたいと思っているので、キングダムハーツ新しく出るまでは皆さんしっかりキングダムハーツの規約を守って楽しんでいきましょう。僕も早くリリースするのがすごい楽しみで待ち遠しいです。本当にすごい面白いゲームです。本当にいいゲームだと僕は思っているので、もちろんすごい大変な作業に歩いたりとかすごいしなきゃいけなかったりするので、自分のライフスタイルとかプレイスタイルに合わせてマイペースに自分に合った感じでミッシングリンク遊べるような内容になっているのかなと思います。もちろんグラフィックと BGM もめちゃめちゃ素晴らしいので、本当ムービーとかをもちろん公開したりとか写真をスクショ見せたいみたいな気持ちはすごいわかります。すごいわかるんですが、ここは正規リリースを出るまで待ちましょう。無駄にね、運営チームに無駄な仕事を増やすことによって正規リリースが遅れちゃう可能性もあるので、プレイしている方、テスターの方たちはしっかり規約を守って、もちろん他のプレイを待ち望んでいる方も誹謗中傷等はなしでしっかり正規リリースを待っていきたいと思います。そんな感じでちょっと長くなってきましたが、緊急に動画を撮らせていただきました。僕もキングダムハーツがすごい好きなので、この新しいゲームすごい、しかもウォーキング系ということで、僕も歩くのすごい好きで旅行するのがすごい好きなので、すごい楽しみにしているゲームであります。引き続き僕はテスターとして頑張っていいデータを送れるようにしていきたいかなと思います。もちろんこちら選ばれたテスターの方って様々な理由で選ばれている方がいると思うんです。プレイしているキングダムハーツの今までのタイトルだったりだとか、スクエニのアカウントと紐づかれてたりとか、使っているデバイスとか、いろいろなものが紐づかれている中で選ばれた1000名だと思います。もちろん僕はせっかくなのでたくさんデータ取れるようにっていうのでものすごい歩いたんです。都内だとリリースの初日、テストプレイ初日の1月13日金曜日朝7時からプレイなんですが、東京都内だと金土日月と毎日雨が降っております。その中でも僕はまあ今緊急的な感じでいくと、もう10万歩は以上は歩いてる感じのデータになっております。もちろんこのデータを取るのってめちゃめちゃガチ勢の方がだけのデータを取るってわけじゃないと思います。ログインして少しだけ、もちろん生活とかプライベートとか仕事とかで忙しい方がもういると思うんですよ。そういう方のライト勢だったりとか忙しい方でものデータとかも多分取ってるはずなんですよ。ですごい必死こいて、まあ僕はせっかくなんで歩けるだけ歩こうかなっていうので頑張ってるんですが、必ずしもみんなが多分ね、テスターの方もそんなに必死にやらなくても自分のプレイライフスタイルに合わせた感じでやっていいのかなと思います。もちろん正規リリースされてもマイペースで楽しんでいけばいいんじゃないかなと思います。そんな感じでみんな大好きなキングダムハーツミッシングリンク正規リリース楽しみに待っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。